こんんにちはは阪急道場さんです、はい今日はですね、私の愛用している、じゃーん、こちら、雪平鍋を紹介したいと思います。はい、あの、この雪平鍋ですね、あの、かっぱ橋道具街にある、中尾アルミ製作所というところのあのブランドの雪平鍋なんですよ。 うんであのこの雪平鍋のいいところってこのアルミ製なのであの熱伝導率がすごく高いのでお湯がすぐに沸くんですよ。そうなのであの一つはねアルミ鍋持ってた方がいいですよ。うん、で特にこのね雪平鍋はいいでですよねねあのでこのこ、ね、中尾アルミ製作所の雪平鍋ってもう一つ一つ職人さんがこの あの叩いてて作ってるんですねそうなのであのすっごく頑丈で私これもう何年目だろう使ってどれぐらい経つかな結構経つんですけどあの全然綺麗じゃないですかなんか 雪平鍋って使っていくともうボコボコになっちゃうイメージありませんかないないですかそうそうそうなんですがこの中尾アルミさんのこの雪平鍋はこのアルミもですねあの国産のアルミを使っていることとこれはあの特にあの分厚いアルミ鍋なんですよそうなので本当に頑丈ですしこのね一つ一つ平打ちしていく作業がより強度を高めてくれる そうというので、あの本当にね使ってて全然へたれないあのちょっと汚いのはねあのご了承いただきたいんですが全然へたらないのでいいですよね。もう本当にねこれ皆さん買ってほしいそうそう。であのちょっとね中尾丸美さんの雪平鍋調べてると調べてた時になんかねあの三ヶ月ぐらい前にスノーマンの宮舘涼太さんがあのこのね中尾丸美さんの あのフライパンを紹介したみたいなんですねそうそれでなんかすっごいあのね一気に中尾アルミさん有名になっちゃって <laughs> なんかもうねそのアルミのフライパンの在庫がないのがずっと続いてたみたいなんですようん、うん、であのスノーマンの宮舘亮太さんといえばあの本当にねあの料理男子として今すごい ねね人気ですよ、ね、そう私も参考になると思っていつも聞いているんですがその時はあのこのねアルミのフライパンであの何パスタソースを作っていたりしたんかなそうそうそういうのに確かにアルミ鍋ってすごく便利でそうそうやっぱその熱伝導が。 強いからす一気に高温になるんですよね。そうそういうのねおっしゃってたのでねあのだから今後ね中アルミさんのそういうアルミのフライパンもちょっと欲しいななんて思っちゃいました。うん絶対いいと思う。そうそう。けどねこの雪平鍋でもそういうねオイルとか。 そうそう,そういうのも全然作れるのでまあそれはそれでいいかなと思ってけど私はね雪平鍋が一番おすすめこれでね味噌汁とかもできるしだしも取れるしそういうオイルあのパスタオイルなんかも作れるからもうこれあれば本当に万能なんじゃないかなと思ってうん。 本当おすすめ。で、あとそのね、そう,い,ういったちゃんとしたところで買うとこういう取っ手とかもいろいろ選べるんですよ。で、取っ手もね、あの、ま、これが下手ったらね、また取り替えられるので、なんかそういうのもいいですよね。もう本当一生これ使って大事にしようと思って、うんうん、います。はい。というのでね、一つは持ってた方がいいと思います。<laughs> ね、なんかせっかく持つんだったらなんかこう愛着湧くような。 お鍋にしたいとかないですかそうそう。なのでね、私これ一生大事にしようと思ってやってます。はい。ということで今日はですね、中尾アルミ製作所さんの、えー、雪平鍋についてのご紹介でした。ぜひ参考にしてみてください。ご視聴ありがとうございました。